ジャズキサバリレラのおいちゃんです。こんにちは。今日はですね、ピアノトリオをお届けしますけれども、最初から断ってきますけど、今日はですね、申し訳ありません、長いです。それでですね、でも大好きなので、皆さんに紹介したいなと思いました。それで今日お届けするのはこちらのレコードになります。いかにもピアニストだなという風貌ですよね。デニー・ザイトリン、ちょっと難しいなんですけど、デニー・ザイトリンというピアニストです。それでアルバム名がですね、これ確かデビューですね、カテキシスというアルバム名です。はい。それで、彼はですね、まあ、60年代からなんですけれども、なんて言いますか、もう自分の世界を持っている、スタイルを持っている、そういったピアニストですね。好きになると思う、病みつきになる感じの、なんて言うんですかね、まあ、モードも入ってるでしょうし、フリーのようなものも入ってますし、伝統的なフォークビートのジャズももちろん、ブルースももちろん、昇華してますね、彼は。はい。それで、今日はですね、その中からですね、ハイライトだと私は思うんですけども、A 面も5曲で B 面4曲なんですけども、 B 面では、セロニアスモークの Round Midnight も演奏してますけども、今日お届けするのはですね、先ほども言いましたけども長いんですけども、なんかこの組曲のようなテーマがあって、そしてまた最後はテーマで終わるというものなんですけれども、ブルーフェニックスという曲なんですね。もちろん彼が作った曲です。最初はあのピアノソロで入るんですね。これで左で何て言いますか、刻みながらですね、右でソロなんですね。それから、途中からドラムとベースが入るんですね。ベースはセシル・マクビーですね。入ってくるんですね。この感じも何かゾクゾクとします。それで進行してって、ベースのソロもあります。それもいいですね。それから、アップテンポになっていくんですね。すごく速くなってきます。そこもかっこいいです。それで最後はテーマにまた執着するっていう曲なんですけども、ここにまあ何か意味付けが書いてあります。ブルーフェニックスなので不死鳥、何か鳥がどうなってこうなってとかいう、まあそういう意味付けはですね、こちらに置いておいて、とにかく、この音色、ピアノの音色とかですね、フレーズ素晴らしいんですよね。はい。それで、デニー・ザイトリンといいますとですね、有名なのがもう一枚、これの後なんですけども、ライブアルバムですけども、こういうのがあります。デニー・ザイトリン、ライブ・アッツ・ザ・トライデンというライブ音源ですけども、ベースはチャーリー・ヘイデンが入ってますね。それでこの中で、彼が作った素晴らしく美しい Quiet Now という曲があるんですね。私たびたび申し上げてますし、私のチャンネルでこのクワイエットナウを紹介しました。それからビル・エヴァンスがですね、このザイトリンのクワイエットナウが大好きなんですね。それでエヴァンス自身のアルバムでよく取り上げてるんですね。そのエヴァンスのクワイエットナウも前チャンネルで紹介しましたけども、非常に美しい曲なんですね。もう素晴らしいピアニストでしょう。はい。では長くなってすみません。ここからも長いですけど、すみません。では、お聴きください。デニー・ザイトリンで、ブルーフェニックスです。